はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。新アナゴのアナコです。本日は金曜日、チャレンジアナちゃんの時間です。今回はチャレンジアナちゃん定番の企画、心理テストやってみたいと思います。今回の本はこちらでございます。じゃん、日本文芸社から出ておりますやばい心理テスト。大丈夫なのこれ、やばくないの？大丈夫。はい、やばい心理テスト、この中からですね、この心理テストはなかなか面白いんじゃないのというものを選んでいただきまして、私アナちゃんとあなたとでチャレンジしていきましょうというコーナーでございます。それでは、今回の心理テスト、どのようなものでしょうか。ケーキ屋さんで好きなケーキを買おうとしているあなた、そのケーキは次の形のどれだと思いますか？ 1. 三角形、 2. 四角、 3. 円形、 4. 長方形。こんな感じらしいですよ。はい、ケーキの絵がここに書いてあるらしいですけどね。はい、三角、四角、丸、長方形。なるほどなるほどね。まあどうだろう、チョコレートケーキみたいなやつは長方形が多いかな。うん、私アナちゃんはね、ケーキ、まあ、あの好き嫌いないからいろいろ好きですけどね、私ね、シフォンケーキ好きなんですよ。だからそういう意味ではやっぱり三角ですかね。だいたいあれホールで焼いたのをこう切ってこう三角になってるもんね。君はやっぱりチンアナゴだから丸が好きなんじゃないの？皆さんはいかがでしたか？決まりましたか？はい。それではそれぞれの答えを聞く前に、このテストはそもそも何がわかる心理テストなのでしょうか？たくさんのケーキを見ると、人は笑みこそ浮かべますが、悲しんだりはしませんよね。確かに。そう。ケーキは幸福の象徴でもあり、あなたの長所とその近未来を診断することができるのです。なるほどね、確かにね。ケーキ屋さんであんまり不機嫌な人って見ないよね。そう考えるとすごいね、ケーキの力ってね。なるほど。じゃあ早速それぞれの答え言ってみましょうか。まず最初は、まあ、特にシフォンケーキが好きなんだという私も選んだ三角ですね。三角を選んだ私、そしてあなた。自分に特殊な能力や他の人にない才能が身につかないかなと考えているあなた。自分だけのもの、他の人が真似しようとしても真似できないものを考え出します。人生の選び方も一般の人とは異なっていて、ユニークで変わった道を選ぶことになるでしょう。まあ、あの変わった道を選び続けて40何年みたいな人ですからね。まあほら、まあまあでもこうそれがね、まあ自分のこうなんていうか、まあ長所になってればいいですけど、まあそう、まあ長所にもなってるけど、それで大変な思いをする時もあるけどね。まあなるほどなるほど、これはでも分かる気がしますね。はい、それでは四角、四角か、なるほど、四角を選んだあなた。どんな時でも誰と出会っても礼儀正しくきちんとした対応をしようと心がけているあなた。努力家で好奇心の塊のような人です。あなたは何でも知っていないと気が済まない人なので勉強が大変ですが、頑張りが効いて将来は成功する人になります。おー、素晴らしいじゃないですか。いいね、成功する人になれるね。確かに近くだからこうきっちりしてる感じがするもんね。ね、君とは違う、君は丸しかない。はい、では続いてはきっとチンアナゴも好きであろう丸。丸を選んだあなた。
周囲の人に自分の欠点を見せないよう努力しています。何でも器用にこなすタイプ。敵を作らずどんな人とも仲良くし話し上手。いろんな人との出会いの中で幸せを大きくしていく人です。幸せを大きくするの君は。そうか、それは素晴らしい。はい、なるほど。ではでは最後は長方形ですね。長方形を選んだあなた、自分の住んでいる町や場所で能力を発揮しようと考えています、うん、地元で力を出せる人。人から尋ねられたら自分の知識をフルに発揮して親切に教えてあげられる人、情熱的なのがあなたの長所です。なるほど。なんか町の有名人的な感じの人かな、これね、うん、これはこれでまたいいですね。はい、ということで皆様の結果はいかがでございましたでしょうかね。私はこれを選びましたとかね、当たってたと思いますなどなど、いろいろコメント欄にお書き添えいただければ嬉しいです。まあそれからね、この心理テストもう定番のコーナーになっておりますから、今度は恋愛系の心理テストが聞きたいですとか、仕事系のが聞きたいですとかね、金運系のが聞きたいですとか、うん、いろいろ、そういうのをリクエストいただければ、できるだけそういう中から選んだりもしますので、いろいろな心理テスト全体に対してのね、あの感想などもいただければ嬉しいです。そしてチャンネル登録まだの方よろしくお願いします。もちろんいいねボタンもたくさん押していただければ嬉しいです。ということで、あなちゃんでした。あなこでした。バイバーイ。